これだ、これこの直線よ。あれが俺の頂上だ。こんにちは、道場です。はい、ということで今日も大分の道を流しながらいろいろな観光地を紹介していきたいと思います。さて今日はですね、長者丸に行ってみたいと思います。大分屈指のツーリングロード、山並ハイウェイ長者丸の紹介です。でも思いがけず登山することに。山の景色も綺麗でした。今回はですね、ちょっとまあ珍しくというか、目的地をちょっとここというふうに設定せずに、長者丸のね道がねものすごいいいんですよ。やっぱツーリングあとドライブ向けなんでね、そちらの道を紹介できたらなというふうに思います。でポチポチと綺麗な風景を動画で撮りながら、写真とかね、撮っていけたらなというふうに思っております。まあこのツーリングコースいいぞというそういう紹介でございますね。長者丸の道を流しながら、すげえいいね、最高と、気持ちいいっていう動画です。こういう時にねもう少しボキャブラリーが欲しいもんですね。でもうすでに山並ハイウェイに入っておりますが、いいですね。やっぱだんだん緑がもう6月になるとかなり濃くなってきているので、いい感じでございます。うほい、来たね、来てますね。この辺から高原の風景が広がってくるんで、ほい来たほい来た、いいねいいね。やっぱいいねぐらいしか出てこないね。もう少しこう細かい描写をしていきたいなと思います。何がいいねと、何がいいねなのか、そういうとこですよね。あーしまった遅い遅いやえ遅いやえですよ。遅いやえは返せねえ。おいいね、ここら辺もてか寒い、まだまだ寒いな。毎回山にツーリング行って寒い寒いやってるよね。ちょっとは学んでほしいですよね。でここら辺ですよ、ここら辺、こっから先の風景というかね道がね最高なんですよ。パンダ高原ドライブイン、これだこれ、この直線よ、この直線ですよ。これまた日本のものとは思いませんな、思いませんよ。いやーこれ気持ちいいっすよ、これは気持ちいいですよ。お、なんだ、キャンプ、キャンプもいいね。止まってますね、止まるよね。おお、この辺の山がねいいですよね。あの草原みたいになってる山、あれどうなってんだ。普通山とは木が生えているものではないのか。わあいいな、あの辺、あの辺、あの辺いいな、あの辺、あの辺。おお、だけどあそこら辺ハゲてるな、ハゲ山だな、ハゲ山ですよ、ハゲ山くん。あの辺が何になるのかな。お、出た、長者丸、長者丸で写真撮らないかんでしょう。うほほ、これでもすげえな、このこのパノラマ感すげえ。よし、ちょっと写真だね。おお、こっちもすげえし、なんかヘリが飛んでる、何してんだろう。おほほほ、いいねいいね、この木の感じがいいね。お、立原湿原、立原湿原もちょっとだけ寄ってみましょうかね。おいいね、やっぱ緑、立原湿原の緑いいね。うん、登山の人も多いですね。ほらいつもこんなに多くはないのにね、やっぱ季節がいいといいんでしょうな。よし行ってみよう。まあでもここさ3回目ぐらいだからね、これね、ちょっともうさっと写真をパシャパシャっと撮ってで次行こう。おお、でもやっぱ緑いいな、なんかあそこをこうバシッと切り取りたいね。やっぱちょっと望遠、望遠、一眼、一眼行ってみる、一眼で行ってみるか。よしよし、まあ
あのね、湿原の緑が生えて最高に美しかったですね。夏も秋も楽しめる田部原湿原ですね。いいっすね。さてさて、これをもう少しまっすぐ行ったら瀬野本に抜けて、そのまままっすぐ行けば阿蘇まで行けるという、そういう道でございます。まあ、今日はね、まあ、阿蘇までは行かないというつもりです。阿蘇最近行き過ぎですからね。ちょっとこうね、少しインターバル開けないとね、また阿蘇かてめえと言われかねませんからね。今日は大分の長者があるという形ですね。でこの辺はですね、登山が結構できるので、登山好き集まれでございます。いや登山もね、本当は時間があればしたいですけどね。よし、あそこまで行ったら帰るな、絶対帰るな。わあ、登山もやっぱりしてえな、いいな。ちょっとどうなんだろう、時間かかんのかな。わあ、ほら見てくださいよ、あれあれ絶対三山霧島ですよね、あれ。いや、いいな、登り手、登り体欲。お、牧野戸峠ということで、この牧野戸峠が一個登り口なんじゃねえかなという感じですね。あんま登ったことないから知らないですけどね。ちょっとやってみましょうか。バイクはね、隅っこ暮らしできますからね。お、ソフトが、よっしゃい。お、二輪車専用、よし、はい、到着。ちょっと見てみましょう。なんかこの辺からだったらさ、結構早く登れるんじゃねっていう。お、ほら、これどういう見方するんだ。これ20分かと思ったけど違うな、30分、40分、20分、20分、どういう見方するんだろう。掛けさん、ここまで30分かかるってこと、ここの分岐が40分、違う、70分ってことかな、分かんねえなこれ。ちょっと全く予定になかったけど登ってみるか。2キロぐらいだろ。よし、行ってみよう。あ、登れん時もあるんだな。よし、行こう。今だいたい11時40分ですね。あ、やっぱきつっ。うわ、でもいい風景だな。いいね。まあ、ここまで5分ぐらいか、余裕だな、いけるいける。でも登りやすいですね。63.3.1、マギノト 0.7。 うお、すげえ。いや、どっか適当なところで引き返さねば。なんかだんだんやべえ感じになってきたぞ。うわ、すげえ、いいね。迷うな。でもあそこら辺三山霧島が多いから、あそこまで行こうか。おいおいおい、これ危ねえの、下り危険だなこれ。ほうほう、景色がちょっと変わったね、写真だね。おお、なんかいいね、ここ写真だね、写真だね、当然ね。なんか岩ゴロゴロだな、ここら辺は。足ぐね注意です、足ぐね。やべ、これ日に焼けるわい。お猿のようなお顔になっちゃうよ。おー、あれすげえな、あれすげえよ、いいね。近い近い、だいぶ近いよ。お、この辺じゃねえか、この辺じゃねえかという期待は
裏切られたね。まだかね、まだかね。かれこれ30分ちょっとぐらいは歩いてるな。いや、この登りを最後にしてほしいな。ヘリ、そうなんかな。お、あれか。もうあれにしよう。あれをゴールにしよう。ヘリコプターこのまま連れて降りてくれんかな。うわ、あそこまで行きてえな。くそ、しょうがない。もうちょっと登るか。今だいたい40分弱ぐらい歩いてますが、よし、あそこまで行こう。あそこまで、あそこまで行ったらあっちまで行きたくなるかもしれんわ。よし、ここが俺の頂上です。写真撮って降りるか。せめてあのてっぺんっぽいところに登るか。よし、これが俺のてっぺんです。せめてじゃああの美山霧島の横ぐらいまで行こうか。いや、ここまで来たらもったいないよね。あそこまで行かないとね。うわ、でもやっぱ相当来たな。わ、あれいいな、あれ。あ、ここがようやく分岐点か。これこれ、50分ぐらい歩いてます。まあまあ歩くな。わっ、こっちいいな、こっちいいぞ。もういいね。あ、でも疲れた、疲れてるから雑談の。あれが俺の頂上だ。お、あれあれあれ、あそこまで行こう。あそこまで行ったら帰るな。絶対帰るぞ。お、いいね、いいけど、この人は取ったからな。こいつ、よし帰ろう。さすがにちょっと帰ろう。ちょうど1時間ぐらい。予定外です。帰りは30分ちょいというところですかね。よっしゃい、今日も歩いた歩いた、山歩いた。もう少し計画的に来たよね。よし、ソフト。1回山に登ったら3個ソフトクリームを食べる権利がもらえます。いただきます。ほい、登山の後の降参、登山の後の濃いソフト。ごちそうさまでした。最後のコーンきつ。よしよし、登ってしまった。登山、無計画登山。あ、やっぱ行き当たりばったり登山はいいんだけどね、時間がねかかるからね。もう少し早く行けばよかったな。よし、じゃあもうちょっと行ったらね、展望台があるので、その展望台からの眺めがいいんですよ。そこを紹介して、今日のところは終わりですかね。やっぱこの長者丸からの阿蘇のコースいいっすね。やい、よっしゃ、一応いただきました。体が冷える、風邪をひく。お、この辺かな。お、へへへ、大パノラマ。
イエーイ、大パノラマですよ。ですよ。お、あれか。P だ、P。P、P。P、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 P。あれだ、あれだ、あれだ。バス止まっとる。いいね。そりゃ止まるわい。止まるわい。ここですわい。ここですわいな。よしよし。よっこいしょ。うえい。見てごらんよ。ほら。よし。いいね。最高でやんす。今日は雲もいい感じだな。ここちょっとね、ただのカーブとそばという感じですが、ここの眺めが一番いいですね。よし、じゃあ瀬本レストハウスまで行きますかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、長者丸の風景、ここら辺はやっぱね、流してて最高ですね。登山はちょっとね予定外だったんですけれども、まあ登山好きな人はいいかなとは思うんですけれども、まあ普通はツーリングの途中に山登らないような気もするんですけれども、まあ登山に向けてのツーリングというのもいいかなというふうにも思います。まあ、今ならね、まだ三山霧島綺麗に咲いてるんでね、もうこの時期だけなんでね、気になる方はぜひチェックしてみてください。いや、ただせっかくだからてっぺんまで登りたかったなという感じですね。まあ、ツーリング向けの道はね、紹介できたんですけれども、そこら辺またね、リベンジしたいなというふうに思います。はい、ということで本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いや、しかしほぼ登山チャンネルの時がありますからね、すいません皆さん、でもバイクも最高なんですよ、ここら辺ね。バイクも最高、登山も最高、ご飯も最高、皆最高。ぜひ来てね。